皆さんこんにちは。6月1日火曜日、インターネットテレビスンテレスタートです。今日は27回目になります。今日はもう6月1日ですよね。はい、1年の半分の月がもう始まってしまいました。世の中は大阪とか東京とか緊急事態宣言出されていまして、何か騒がしいですけれども、この1時間スンテレで皆さん楽しんでいただきたいと思います。今日のゲストをご紹介したいと思います。島村英二さんです。はい、島村です。よろしくお願いします。島村さんは静岡市在住、グラフィックデザイナーを経てインストラクターとしてプラモデルメーカーのタミヤに在籍し、プラモデルの箱の絵ボックスアート、これ今見えてると思いますがボックスアートを手掛けていらっしゃいました。はい、はいはい、で現在はフリーのイラストレーターを、してらっしゃいますけれども、引き続いて、タミヤさんのお仕事もボックスアートに携わっていらっしゃると伺っています。またその一方で石に絵を描くストーンアートの創作もなさっているそうです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、今見ていただいているこれがボックスアート、なんか写真のようなんですけれども、はい、はい、そうですね、はい、ボックスアート、いわゆる模型の、箱ですね、箱絵を、のことボックスアートというんですけど、はい、これは今私の場合は全て手書きですね、はい、写真とかそういうものを使わずに、はい、一筆、はい、筆を使って絵を描いています。それは模型自体が手作りということで、はい、そういったメーカーさんも、はい、箱は絵にしたいという、そういった希望が十分、はい、ありますので、未だにと言いますか、はい、手で絵を描いております。そうなんですね。タミヤさん、ね、世界のタミヤっていうふうに言われるそのプラモデルメーカーさんなんですが、はい、こちらの方で長くお仕事してらしたんですね。そうですね、38年ぐらいですかね、ずっとそこで絵を描いて、その後は今フリーで、同じような、ボックスアートを含めた、手で描く仕事をしてます。はい、なるほどね。はい、この手で描くそのボックスアート、何かこう、はい、ご苦労とかあるんでしょうか。そうですね、手で描くということももちろんですけど、はい、こういったプラモデルの絵になりますと、はい、実物を縮小して、プラモデルにしているわけで、はい、そういった正確さが絵にも求められるんですね。なるほどね。ですからいつも資料とにらめっこしながら、はい、細かい部分も描いていくというところとですね、はい、やはり普通の絵とは違って自由に描けないんで、限られた範囲といいますか、はい、制約がある中で、自分を出していくというような、そこは逆に面白いところでもあるんですけど、そういったところが非常に時間と労力を使うというところですよね。精密に描かれてはいらっしゃるんですけれども、はいはい、その中でもそのご自分が絵を描かれていらっしゃるので、はい、ご自分のそのパーソナリティでしょうか、そういうものも出していらっしゃるってことですか。そうですね、皆さん絵を描く方、はい、最近少なくなったんですけど、はい、自分の特徴というかですね、これは、誰が描いてるとか、はい、そういったところが分かるようなところもあるんで、それが自分 の制約の中でも特徴を出していくというところはみんな気をつけて描いてくると思いますね。そうなんですね。はい、じゃあちょっとボックスアートの、ね、今この箱を見ていただいてますけれども、はい、写真をちょっと、まずこれ、すごいですね。そうですね、はい、これは正面から見てるは、あまりない角度ですけど、これは迫力出したいということと、はい、こういったライダーがコーナーを、曲がってるような、そこのかっこよさみたいなのを出したくて、こういった、ところを狙ったんですけどね。すごいですね、なんか本当に写真のようですね。そうですね、はい、結局、それも実際色を買った人がですね、色を参考にするとか、
ある程度正確に描かなければいけないんで、まあ、あんまり勝手に勝手な色を使ったり自分の好みでっていうのがちょっと難しいというところありますね。本当にその実際のこのオートバイとか、まあ、人物をそのもちろん頭に置きながら、ね、ということで、あの書かれていらっしゃるということですよね。ですからこういったあのレースもどこでやったであるとか、はい、ドライバーはこんな形とか、それをもよく調べて一点一点書いていくようになりますね。事前 の, その調査というか、そういうものもかなりやはり、あの精密にやらなければってことなんですね。やっぱりお客さんというか、あのこの購入したからされた方の方が詳しい場合もあるので、そこはちょっと勉強しないといけないっていう、ね。なるほどね。はい、じゃあ次の写真、これはなんかすごいですね。そうですね、船、戦艦ですね。静岡ですと浜松でしょうか、この船の絵を描く、上田喜八郎さんでしょうか。なんかね、すごく有名な方いらっしゃいますか、そういう方ともやはりご関係がおありになるんですね。そうですね、タミヤ時代に、この上田喜八郎さんに絵をお願いしていたその担当でもあったんで、よく浜松には行ってですね、そのついでじゃないんですけど、いろいろ絵の描き方を、船は難しいんでいろいろ教えていただいたりですね、例えばこの波の色はこの色を使うとかですね、戦艦というのはこういったあの波を立てて、独特 の, あの形があるんですよね。そういったものをずいぶん勉強させていただきました。そうなんですね、そうですよね。その波の色というふうにおっしゃってましたけど、その同じ青の色でもこう、ね、色が違うというか、その地域によって違うんですよね。南方はもっと青いとか、そこまで気にして書かれてらっしゃるんですね。上田喜八郎さん時代が実際に戦争の経験もあって体験がありましてですね、ずいぶん苦労されたこともありますけど、そういったもの全部頭に入ってますから非常に詳しい方で、最初はもう本当怖かったんですけど、お前なんか知らないやつと話ができねえとか、そんな感じの、晩年はずいぶん優しい先生になりましたけど、ね、じゃあこの船を描くボックスアートの巨匠の方ともお付き合いが終わりになってってことですね。それはすごく良かったですね。そうなんですか、じゃあ次の絵を、これは車ですよね。ちょうど、フランスを、モンパルナスかなどっかの、背景を作って、普通じゃない、普通じゃないというか、雰囲気のあるような、そういったイメージにしたいと思ってこの背景を描いてですね、あんまり模型の絵としてこういう絵はないんですけど、いわゆる好きな方にも、これはフランスだなっていうような、そういったものを見ていただきたくて、これはそういったイメージにしたんですけどね。そういう背景からもそのプラモデルを作る人の心を揺さぶりたいっていうことでしょうかね。そうですね、実際はこの車自体しか入ってないんで、プラモデルは何かそういった雰囲気を味わっていただくとかね、そういったものを感じてもらえればというところで、今いろいろ背景は苦労して書いてるんですけど、お話伺ったところによりますと、タミヤ時代なんかの その車の絵を描かれるときに、島村さんが、実際それをやられたわけではないと思いますけれども、こう分解してこうパーツ的にどんな感じになってるんだろうって言って、なんかそんなお話も聞いたんですが、そうですね、模型自体の作るときに実際どんなパーツの構成になってるだろうかって、全部そのパーツ部品をばらしてですね、それをまた組み立てていくと、そういった加工はプラモデルも実写も同じようなところなんで、精密というところで、そういった模型は売ってるんで、その辺のところで実物があれば、そうチャレンジしていくっていうことをいつもやってるんですね。プラモデルって、おもちゃなんていうと本当に失礼なんですけれども、もうそこまでこう精密に、やってらっしゃるとは正直私も、知らなくて今回ちょっと驚いております。やはり各メーカー F1 にしても、こう自動車の会社にしてもですね、この会社に頼めば精密な、
模型を作ってもらえると、はい、そういうあの、ところが分かってますので、まあ、いろいろ信頼して資料を提供してもらえるとか、そういった関係が築けるというのはすごくいいことじゃないかと思いますけどね。なるほど ね、 ね、あのプラモデルっていうと静岡でもね、うん、あの非常に有名な静岡ホビーショーというのがございますよね。残念ながら去年はあのこのコロナ禍の中で中止になってしまったというふうに伺ってますが、はいはい、今年はなんか一般は今回はなかったけれども、そうですね、業者の方だけ、あのそれも制限した形で、はい、うん、お部屋開催したというところです ね、 ね、この静岡ホビーショーというのも世界的にもね、有名だという話は、ね、世界各国から、はい、ね、たくさんの方が、ね、あの見えるホビーショーですよね、はいはい、で、ちょっと画像を映していただけますか。これは、島村さんが、作られた、うん、これは、はい、あのまあ、企画自体はあの大手 の、 あの、はい、広告代理店さんの方で企画されて、はい、静岡の4カ所にこういったものをプラモニュメント、はい、まあ、いわゆるプラモデルのランナーに、はい、いろいろこう人間とか、世界の模型都市とかそういったものをパーツに入れ込んだ形で、まあ、記念撮影ですね。そこへ来て静岡に来てという意味合いで作られたんですけど、まあ、そこにこう案内板の絵が必要だということで、なんか回り回って私を探し出してくれて、まあ、こんな静岡にこんな描くのがいるということで、はい、それで依頼を受けて、まあ、こういった形で、ここに、台に乗って記念撮影ができますよという案内板を書かせていただきました。なんかこれは静岡駅南口ですね、でしょうかね。小さな広場があるんですけど、はい、そこへ設置されてましたね、模型の世界都市の文字を入れた、はい、プラモニュメントでしょうかね。そうですね、はい、まあ、本来ですと、まあ、ここへもう何万人というあのホビーショーお客さんが来るんですけど、はい、まあ、その当日、まあ、夜はの、はい、静岡市内飲みに行くとか、はい、そういったあの、うん、ところでここがね、はい、その待ち合わせ場所になってもらえれば非常に良かったんですけ ど、 なるほど、残念ながらちょっと中止ということで、まあね、今ちょっとこういう状況なので、まあ、まあ、これずっと設置されてますの で、 そうです、ね、また、うん、今後ね、うん、はい、はい、そうですね、まあ、静岡の街の、ね、発展にも一役買ってらっしゃるということですよ ね、 すね、はい、あの最初お話ししましたようにあのこのボックスアートをやっていらっしゃると、はい、うん、石の絵を描くストーンアートの方も創作活動をしていらっしゃるというふうに伺ってますが、はい、あのこの、ね、後ろの方とか、うん、これは石に全部、はい、描いてるんですけど、まあ、これはあの、まあ、いわゆるボックスアートっていうのは実写の色をそのまま絵にしていく、はい、形の絵なんですけど、はい、まあ、もう一つなんかちょっとカラフルなものも描きたいなということで、まああの子供に描かせるっていうのはきっかけで自分でも描いてみたんですけど、それが始まっていろいろ石に描くという、石に絵を描く、うん、ということですね。じゃあまずその写真を写していただけますか。あ、これはなんかすごいですね。これはですね、はい、あの 上、 うんうん、上の、ものが、はい、実際の石なんですけど、実際変わった形の石だったんですよね、はい、そこに空白部分があって、そこに、絵を描こうというところで、はいはい、まあ、こんな絵、こんな絵ですね、ハシビロコウの、今今日ね、お持ちいただいたんですけれども、なかなか見にくいかな、はい、どうでしょう、すごい、ですからこの顔の部分だけ絵を描いたんですよね、はい、あ、そっかそっか、あの下地はそのままで、こういう石をじゃあ見つけられたっていうことですよね。そうですね、まあ、探しに行くんですけど、なんかもう本当に生きてるみたいですね。そうですね、すごい、まあ、ちょっと非常に重くてちょっとあれなんですね、3、4キロあるんで、3、4キロも終わりになる、あんまりだからあのこういう大きいのは、これからどうしようかなと悩んでるんですけど、ね、あ、なるほど、すごいですね。見えますか。はい、ね、次もなんかいくつか、ストーンアートの作品があるようなんですが、あ、これは今のハシビロコウですね、の本物と、はい、本物と、
ほぼ同じような感じですね、うん、まあ、実際にですね、はい、この絵の具はあのアクリルの絵の具なんですけど、はい、実際にこういったあの、こういったというかあのボックスアートを描く材料と同じなんですよ、はい、ですから同じ絵の具を使って、またそれで筆で描いていくっていう、あのちょっと暇な時っていうか、はい、そういう時筆の練習にもなるんですよね、使い方の。なるほどね、なんか石にこの絵を描いていくっていうのはまたちょっと私としてはなんか初めて見させていただいて、すごいなって、なんかちょっと驚きと、はい、思いで見させていただいたんですけれども、じゃあ次のお写真どんな感じでしょうか。あ、これはカメレオン、ね、そうですね、なんかなんだろう、本当にカメレオンっていう感じですね。ちょっと色が実際よりは、ね、色をたくさん使ってですね、派手にしてるんですよね、ちょっとデザイン的にちょっとこう、はい、実物とはちょっと違うかなという、まあ、でもあの目なんかが、うん、まさに動き出しそうな感じですね、うん、ですからこういう自由にいろいろな色を使ってですね、カラフルな作品を作るっていう点では、やってて面白いですよね。いろいろ発想をここからあの出していくという、石を見て何を作ろうかとか、色をどんなにしようかとか、はい、まあ、こういったものはまあお子さんにでもいろいろ勉強になるんじゃないかと思うんですけどね。なんか上層教育じゃないんですけど、色を使ってですよね、うんうん、だからあんまりこう考えないで計算もある程度、簡単にして描いていくっていう、なるほどね、じゃあ次の写真はどうですか。あ、これは何ですか。これはね、石の形がいろいろ面白くて、一つだけあの実際にカエルとかあの描いてです、なんかあのグリーンのやつですか、うん、あのツノガエルってカエルなんですよ、可愛いやつなんですけど、まあ、それをあの単色でいくつか並べてこう対比した形、一つをまとめて見てもらうっていう形でちょっと、これが、いくつか重なっ、いくつかあって一つの作品っていう感じですね。また今度こういったものもいくつかあの見ていただければと思うんですけど、まあ、実際にあの非常にカラフルで、一つのお皿に入れて、それを作品として見ていただく、形で、はあ、次のお写真お願いします。これはちょっと見にくいんですが、真ん中にいるのが、はい、実はあの猫なんですよ。猫、普通の猫じゃなくて、まあ、アリスの童話に出てくるような、ちょっとかあの何、あまり現実的ではないんですけど、そういったこと。これは実はあの、はい、猫のですね、はい、あの作品展とか展示会が、はい、公募展があって、はい、でこれで出してみたんですよ。だから こんなものを出す人はあまりいないんで、実際に猫 の粘土で作ったりして、そしたらなんか変わってるっていうところじゃないかと思うんですけど、これはなんか優秀賞をいただいてですね、はい、びっくりしたんですけどね。ストーンアートで作る猫ですね。そうですね、すごいですね。だからこう石を単に、描いてるだけというよりは何かこう感じるものもあったんじゃないかと、なるほど、思いますね、じゃあ次のお写真お願いできますか。あ、これはもう一目瞭然ですね。これはもう見た通りですね、はい、ただ こういった形の石を探すのが非常に難しいんですよね。そうですよね。その辺にこう転がってるんじゃないんで、この石をね、集められるってこう、場所ってどういうところで、こういったちょっと大きなものとか、はい、あの形がゴツゴツしているものはやっぱり川の上流とか安倍川とかですね、はい、その辺にあまり上流といってもそんな山じゃないんですけど、そういったところでちょっと見つけるというものが多いですね。なるほど、でもすごいですね。もう本当にあの動き出しそうな感じですね。そうですね、まあ、あの最初からこれを見つけようという時もあるんですけど、ほとんどあの、まあ、散歩がてらというか、そこで出会った石がほとんどなんですけど、石とのやはり出会いでもう作品が決まってくるというところも割り慣れですね、きっと。ね、まあ、慣れていくと大体こう石と目が会話ができる会話できない、目が合う、あ、こいつはなんか訴えてるなというような、ただもう先ほど言いましたけど、もうあんまり大きなものはちょっとね、はい、描くのにも、大変になってきて、なるほど、すごいですね。でも、じゃあ次のお写真、あ、これは
もしかしたらこの後ろ側にそうですね、今のものも含まれた、はい、まあ、3集合の3つあるんですけど、はい、まあ、一番最初の時点からちょっとまとめて少しずつ撮っていったものなんですけど、そうなんですね、あの作品をまとめられて、一つのこの何でしょう、こういう形で、写真を撮ってらっしゃる集合体 で、まあ、自分のちょっと記録的なものもあるんですけど、あの今日このスタジオの中にも、あの後で皆さん多分ご覧になってらっしゃると思うんですが、この、ね、あの絵が飾られてると思うので、番組見てくださっている、あ、はい、これですね、私の後ろとか島村さんの後ろ、同じものが飾られてますね、はい、今見ていただいてますが、すごいですね、この色のこのカラフルさとか、なんかすごいですね、そう、綺麗ですね、まあ、そうですね、思いっきりちょっとやってるって感じで、いや、でも、ね、こうやって実際こう見させて、まあ、今日はね、シビロコードちょっと見させていただきましたけれども、実際まあ近くで見ることが、あのできるこう作品展みたいのが近くなんかあるというふうに伺っているんですが、はい、そうです、割合あのこういった展示会とかでも割合なくてですね、発表の場もないんですけど、はい、ま、半期みたいなのあったかな、はい、今度宣教師会館ミス・カニンガハムで7月の3日4日、土曜日曜日に島村さんの、この展示のねをやられるというふうに伺ってますが、うんうんうん、そうですね、はい、先ほど言いましたように なかなかこういう一だけ展示するというのはなかなか会場も来ていただくところもないんで、はい、今回初めてそういうお話いただいてですね、はい、ちょうどいい機会でぜひ、ね、うん、そこで見ていただきたい、この、ね、スンテレで多分ご興味を持たれた方はたくさんいると思うので、うんうん、7月の、3日と4日、西草深のミス・カニンハムで、この島村さんのストーンアートの展示会がありますので、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います、ね、はい、なんかすごい素敵ですね、今ちょうど出てますが、はい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 、今実際にその色みたいな石とのバランスみたいなのを、はい、そこで見ていただくとまた違った、うん、あの見方ができるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ね、これも本当楽しみですね、はい、あの今日は島村英二さんにお仕事の、ボックスアート、そしてストーンアートについてお話を伺ってきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あの今日はこの後、1時までの予定でスンテレやっておりますので、はい、ご一緒に、はいはいはい、いていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。